皆さんこんばんは。足立誠司のマーケットニュースということで、本日も先生よろしくお願いいたします。なんか消費税の影響がようやくこう出てきたという、ようやくっていうかなんか一応ポイント還元だなんだっていうことでですね、あんまりこうそこまでないんじゃないかっていう話だったんですが、なんかようやくというかなんかじわじわとようやく出てきたということなんですが、ちょ今日はその辺の、あ、はい、このまあこの見通しみたいなところの話を先生にお伺いたいと思うんですが、はい、まあですね、はい、まず、まあ、まだデータがあんま出てないんですけど、はい、まあ、あの消費税が上がってから結構こうリアルタイムまでいかないんですけど、はい、まあ、週次で出てくる指標が、まあ、一つありまして、まあ、一橋大学がこう計算してくれてる、まあ、消費者購買指数みたいなのがありまして、はい、いろいろあの価格とか単価とかあの数量とか、まあ、いろいろあるんですよね。で、まあ、スーパーとかコンビニとか、まあ、あとドラッグストアとかそういうところの、まあ、ポスデータってありますよね、うん、最近あの、はい、もうあの個々の購買者のポスデータを集計して、まあ、一応発表してくれてるやつで、更新頻度も結構高いということで、はい、まあ、結構便利なんですけども、はいはい、それがまあ一応ありまして、まあ、消費税上がってからそれずっと見てるんですけど、あの当初ですね、当初、まあ、消費税が上がった、まあ、これ週次なんで週は、うんうん、はい、前回の場合は、はい、あの価格がですね、まあ、単価もそうなんですけどポコンって上がったんですよ、はい、急に、まあ、消費税が上がるんでその分価格を転嫁しましたということで、ポコンって上がって、まあ、そこから価格は横ばい、まあ、横ばいというか伸び率なんですけど横ばいの伸び率、まあ、1年ぐらい続くわけですけども、で今回ほとんど何も起こらずですね、まあ、前年比でもともとまあその業態多分 2% ぐらい上がってたみたいなんですけど、まあ、2% ぐらいの上昇率がずっと変わらずずっと来てたんですね、うん、はい、まあ、今回まあ価格転嫁消費税だから上がったと同時に価格転嫁するという動きは少なくともその業態には一切ほとんどなかったんですが、直近あの消費税上がって6週目に入りました、はい、6週目にきれいボコッと上がりました。なぜか今頃って感じで、だからその前の週から増あの前年比のこれあの上昇率を出してるんですけど、うん、1.3% ぐらい急に上がりましたので、あ、なんか変なことが起こったみたいだという。それはやっぱり消費 増税に合わせて価格転嫁するとあの物が売れなくなるからって我慢してたのに、うん、やっぱり、まあまあ、やっぱ耐えきれなくなって上げちゃったみたいなのなんですかね。ですね、はい、それで、まあ、あのポイントは、まあ、単価が上がってるんですよ、はい、なので単価というと、はい、まずはあのここでもあの散々してきましたが、はい、まあ、あの例えればおにぎりの大きさが小さくなると単価上がるんですね。で、あとね、あのそのおにぎりで言うと、はい、まあ、これまで結構すごいいい具材を、はい、北海道産の鮭みたいなのが入ってるやつが、はいはいはい、同じ北海道でもバター醤油だけになるとかですね、はい、で新しい製品が、なるほど、いろいろのちっちゃいバター醤油風味のおにぎりが発売されました。ただ値段は一緒ですと なると単価は上がりますね。なるほど、多分そういう効果が非常に大きく出ていて、はい、なので、まあ、あのあそこのデータは全部ポスデータなので、はい、あのどの商品をいくらで買っ、はい、何個買ったかっていうのは全部分かるんですね。でなのでそれで単価を計算してるんですけど、はい、その単価が上がった理由っていうのが要するに新商品に需要がシフトしたっていう効果で単価が上がってるってことなんで、うんうん、多分そういうことが起きたんでしょうと。なるほど、まあ、見てる限り値段が露骨に上がってる感じは全くしないので、はい、いろんなもので事実上、うん、なんかこう食品に限らずですね、あのいろんなものが多分、うん、あの容量がちっちゃくなって、はい、することによって、はい、なんとかまあ利益を出そうっていう、はい、まあ、苦肉の策があのついに第6週目からあの始まりましたって感じなんですね。これでも量とか減るとですよ、いや若い人、いや僕なんかもうあのあれですけど20代30代の頃って量を食べたいじゃないですか、でも量を食べれない、いやもう僕くらいになるとだんだん量入らなくなってくるんですが、うん、量を食べたい若い人たちなんかすると結構辛いですよね。辛いですね、ね、でなおかつなんかもうあのおにぎりの質が落ちるって言ったらそれもなんか悲しいものがありますよね。
ただ買っちゃってますから、はい、まあ、私もね買ってるんですけどね、あの、まあ、バター醤油味選択の余地がないけど、結構美味しいですよ結構美味しいんです、はい、まあ、それはいいとしてですね、はいはい、で、あの、ただですね、単価上がりました、はい、ただその代わり早くもしっぺ返しが数量激落ちっていうね、あ、買わなくなってきてる、あ、で、まあ、要するに、あの、購買金額は単価かける数量で計算できるんで、はい、数量のガタ落ちが効いて、はい、売上がね、いきなり減りました。だから消費税の時って駆け込みがあるじゃないですか、はい、で、あの、1週目から、まあ、早くもバーンで反動が来て、はい、一気に落ちるんですよ、はい、で、ここからまあじわじわとこう巻き戻していく、はい、そのスピードが早いか遅いかっていうのは、はい、まあ、大体こう話題になってて、はい、で、前回も、まあ、あの、一応その反動源からの、この戻すスピードが異常に遅かったっていうのが問題されたんですけど、はいはい、今回はあの第6週目が一番減ってるっていうね、あ、ね、戻すんじゃなくて落ちたっていうね、なるほど、すごいことが起きてしまいましてですね、あ、その価格戦略失敗ですね。あ、それはだって質が落ちて値段が一緒ってなると、やっぱりそれはどうなのよって思っちゃいますよね。多分そうですね、ねえ、それはその効果がね、はい、6週目にして、ね、現れてきて、あ、まあ、11月、はい、18日の週という、はい、ことですので、はい、まあ、11月の終わりぐらいになって、はい、ちょっと戦略を多分変えてきたのかなっていう、まあ、あくまでも業態がそのスーパーマーケットとかコンビニとかなんです。でも年度末っていうか、この年末って物を売れる時期じゃないですか、うん、結構じゃあ年末物が売れる時期に添えて物が売れなくなっていくっていうのは、少なくともこの、まあ、生鮮食料も含めた個人消費っていう意味で言うと結構辛いですね。まあ、そういうことなんですよ、はい、ただ、まあ、第6週目だけなので、はい、またあの来週更新されますけど、はい、まあ、戻ってるかもしれないですね。なるほど、はい、なので、はい、まあ、あの、一時的な話かもしれないんですが、はい、ただもう一つ、まあ、これはあの一橋大学のデータ、はい、習字のデータなんですけども、はいはい、まあ、一応10月はですね、あの、消費者物価指数が発表されました、はい、で、一応まあ消費税上昇による価格転嫁分っていうのを推計されてて、0.77% 分は、うん、あの、要するに消費増税分で価格転嫁は、はい、まあ、されましたということなんですが、はいはい、まあ、今回、2% ポイント上がりましたので、うん、はい、まあ、2% ポイント分の、まあ、0.77 ですので、うん、結構ね、転嫁率が低い。なるほど、あの、突出して低い、いつもだいたい、まあ、だんだんこう落ちてきてるんですけど、だいたい、まあ、あの、最初7割か8割ぐらい転嫁だったんで、うん、まあ、3% 導入されると 2.7% 上がるとか、うん、そういう世界だったんですけど、今回だから 30%、まあ、4割弱ぐらいの転嫁率なんで、うんうん、価格転嫁やっぱり小さかったんですね。なるほど、価格転嫁が小さいっていうことは、でなおかつ量も売れなくなるかもしれないという状況になると、確実に収益悪化しますよね。収益悪化しますね。で、はい、もっと面白いのは、日銀がその消費者物価指数、これまあ品目別に全部あの物価のデータがあるので、はい、それでですね、まあ、いろいろあのいろんな観点からインフレ率を計算していて、で、ちょっと面白いのはですね、あの、価格が上昇した品目の割合と、うん、価格が下落した品目の割合っていうのをどっちも計算しているんですけど、うんうん、あの、消費税が上がると大体まあ価格が上がりますから、はい、価格が上昇してる品目の割合の方が上がるはずなんですけど、うん、今回下がってるんです、10月、うん、で、価格が下がって価格を下げた品目の数が増えてるんですよ。あ、で、なので消費増税の途端に安売りやってる品目が結構ある。それは消費増税にするということで売れなくなるかもしれないと思って、うん、価格を下げてるんです。小売りとかなんとかが価格を下げて、要するに購買者を引きつけようとしたってことですか。そうですね、まあ、もしくは、はい、あの、それこそ新商品導入に向けて、はいはい、あの、まあ、在庫を一掃しようと思ったのか、要するに価格を下げてる品目が結構多いんですよね。なるほど。で、なので、はい、あの、ちょっとね、動きがね、デフレ的にあの早くもなってまいりましたっていう感じなんですよ。
そうですよね。だって増税で本当は物の値段が上がるはずなのに、うん、物の値段を下げると、うん、で下げるっていうことは収益悪化をしてもいいから、とにかく物、うん、悪化しても、ね、物の値段を下げないと売れないっていうふうに、ん、売る側が思い始めてるんですよね。でそれが、ね、10月の姿だったんですよ、はいはい。で、まあ、11月の一橋代のデータは逆に価格上げちゃってやられてますから、はいはい、ちょっと11月何が起きてるかっていうのは結構楽しみですね、その政府の公表統計で。なるほど、ということなんですけど、はい、ということで、はい、あの消費がちょっと減りそうな感じが早くも出てきましたねっていうことと、ちょっとあの最初はあの今回 2% ポイントしか上がってないので、うん、はい、まあ、あと還元とか軽減税率あったんで、はい、比較的、まあ、マイルドではないかという予想があったんですが、そうですよね、消費増税 2% 上げても、まあ、ポイント還元とか軽減税率があるから、うん、まあ、あとはあの要するにあのなんていうかあのこの教育無償化とか、そういう形で若者の人たちの可処分所得が増えているので、あのそこまで影響はないかもしれないっていう見方もあったので、影響がないよ、はい、ないのではないかという見方で、はいはい、まあ、スタートとしては結構静かなスタートで、数量もまあ確かに結局駆け込み需要なんだかんだあったんで、うん、はい、まあ、反動で下がったんですけど、まあ、下がり方としてはまあ前回並みかそれよりもうちょっと軽いかなって感じだったんで、まあ、このまま静かにこうなんかこう徐々にこう反発というかキャッチアップしていけば、うんうん、まあ、なんとなくごまかせるかなっていう感じだったのがちょっと一点変わってきましたよっていうのが、うん、まあ、まあまず一つなんですね、はい。でもう一つは先ほどあの、まあ、その教育無償化とか還元ポイントとか軽減税率で、はいはい、まあ、割とネットで見るとそんなに影響はないので、うん、まあ、その可処分所得的には逆にプラスの人もいるっていう、うん、話が、今あったんですが、そうですね、子育て世代に関してはね、実はその可処分所得の動きの方がもっとやばいということがいろいろ出てきまして、はい、これはね7、9月期の法人企業統計という統計が出るんですね、はい。でそれはまああの企業のデータを集計してるんですけど、うんうん、まあ、人件費っていうのがあります、はい、まあ、これはあの役員以外のまあ一般の社員の、はい、まあ、給料とかを、はい、あの出したものなんですけど、伸び率がですね7、9月期ほとんどもゼロに近くなってきています。あ、なので給料がもう伸びなくなってきて、伸び率的にはあの急にガクンと落ちてますね。あ、要するに、まあ、あのまあいろいろあるけども、うん、あのまあ、第二次安倍政権になってアベノミクスで金融緩和で、うん、なんだかんだ上がってたんですよ。なんだかんだ言っても給料の値段が上がってきたし、まあ、あれこの3日ぐらい前もなんかあのようやく初任給の給料が21万ぐらいになるんじゃないかみたいな話もあって、はいはい、なんかこうなんかあのこのね若者のねあの給与は上がってきてるようなイメージだったわけですが、うん、これ多分ピークですね、ここは。あーピークになってきて、はい、要するに全体 の、はい、人件費の伸びが、はい、7、9月期でかなり急激に落ちたんですよ、伸び率が、はい。で、当然あの基本給はいきなりなんか7、9月期に落とすとかありえないので、はい、まあ、これも残業代が確実に減ってまして、働き方改革という、ね、名目のもとに、はい、まあ、残業代をカットするという、ね、うん、行動が、まあ、多分かなり徹底されてきたんだと思います、うんうんうん。で給料ちょっと減ってきましたっていうことがあるんですけど、はいはい、さらに言いますと、これ、ね、従業員の数も、はい、特にね今ね非製造業でかなり減ってきたんですね。これはあれですよね、前年比で多分 4% ぐらい減って、これなんかね、この番組で何度も先生ご指摘いただいているように、あの製造業はちょっと残念ながら悪い、うん、けども非製造業に関してはこの設備投資も含めてそれなりに良かったので、うん、まああのね、あの景気っていうのはこうある程度こう前上がりだったみたいな言い方だったんですが、うんうんうん、はい、その肝心の景気をこう引っ張ってる非製造業が伸びがね、伸びというかね、これはもうね人が減ってます、前年比でマイナスになってますから。ということは設備投資とか、まあ、設備変えるというかもう あんまりこう儲かる業態じゃないというふうに思う人が増えてきたということですかね。うん、それで一つはその、はい、あの従業員減ってきましたということで、はい、これはまあ雇用あの労働力調査という別の統計でも、はい、結構落ちてきてるというのはあるんですけど、はいはい、ね、実はね設備投資はね結構いいというね、つまりあのもう露骨にこれも省力化はとか、まあ、生産性の上昇は
まあ、要するに機械化でやろうっていうのが多分あのこの今の方針になったんだろうと思うんですよ。うん、まあ、でなのであの、はい、設備投資はまだ結構強い、はい、要するに機械化も含めてあの人手不足が、うん、まあ、って言われてたので、うん、その人手不足に対応するために機械化 AI 化っていうか、まあそのまあ、IE 化、はい、まあ、そういうような形でどん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 やっていって、その代わり人は減らすと、うん、人を減らし始めまして、はい、でなので特に非製造業、この法人企業統計ですけども、はい、従業員の数がやっぱり減ってますので、はい、それはやっぱり収益にはプラスなんですよね。なるほど。人件費が、うんうん、あの全体の人件費は多分、うん、あのかなり減って収益に貢献してるんですよ、はい、3匹分ですからね。なるほど。っていう形になっていて、で製造業は、うん、あの実はねやっぱり雇用者の要因、給与要因っていうのはやっぱりまだ収益の足を引っ張ってるんですよ、うん、だからかなり業績悪くなってますけど、うん、まだそこまで従業員には手をつけてないっていう感じなんですよね、うんうんうん、で逆にまあ非製造業の方が悪くなってきてますので、はい、ちょっとね、心配ですねっていうね、いうことなんですよ。じゃあこれあれですよね、あの、まあ、あの私先生がいつも言っているようにあの雇用がいいかどうかっていう問題が一つの大きな目安だっていうことを考えると、うん、まあ、あの雇用の状況が今後悪化していく可能性がちょっと出てきたということなんですよ、うん、でですね、うん、その企業の方は実は労働分配率って割とまあ重要な手話と思ってるんですけど、はい、まあ、要するに企業の収益っていうかまあ付加価値なんですけど、はいはい、に占める人件費の割合なんですけど、はい、これに景気悪くなってくると、はい、従来はあの人はあんまり景気悪くても日本企業で切らないんじゃないですか、はいはいはい、で賃金もまあ一応残業代とかで調整するけど、うん、まあ、そんなに大きく減らさないし、はいはいはい、っていう形で景気悪くなると労働分配率ってすぐ上がるんですよ、うん、まあ、要するに利益がガーンと減るのに人件費そんな減らないから、うん、はいはい、なんですが、はい、今回あの、まあ、労働分配率横ばいで賃金が大きく下がってるっていうことなんで、うん、はい、要するにもう人に手をつけると、人に手をつけて利益を確保するというね、なかなかえぐいことを、じゃあ雇用を切って、まあ、利益率を確保、まあ、会社として成り立つようにしてると。昔の日本企業はどこに行ったという、そういう感じにのような姿になってるんですよ。で設備投資はまあ割と出てますみたいな、ね、うん、まあ、確かにね、なんかあの省力化じゃなくて人がいなくても成り立つようにしていくっていうので、いや、なんかね、デパート何度か行っても全部これバンとほら まあ、あるなんか衣服屋さんなんて置いたら全部値段も分かるみたいな感じで、いちいちもう全部チェックしませんもんね。あ、そうですか。はい、恐ろしい、はい、恐ろしいけども、そういう形でこのいちいちこのレジをこのピッピッピッて通すのもいらなくてもう置くだけでみたいな、なるほど、いうような仕組みとか、うん、まあ、いろんな形でこう人がいなくても成り立つような形の設備投資は結構進んでるなって感じですよね、うんうん、確かに。でもこれ日本、まあ、これ、まあ、ちょっと、まあ、次回話をしていきますけど、日本政府もこれだってこれさらに進めようとしますよね。そうなんですね。生産性を高めるためにということで、要するにマクロ的な政策と、はい、まあ、ミクロ的な政策がちょっとまあ方向性がちぐはぐなところがあるっていうのも、はい、うん、まあ、そのマクロ政策の中でその財政が出ないとかそういう問題ももちろん言われてますけど、はい、そのミクロ的な政策とのちぐはぐさもね結構ね、うん、問題なんですよね。これ今じゃあこの、まあ、我々、まあ、政権担当者として今のこういう消費増税による、まあ、全体のこの雇用の悪化っていうのがまあ出てきそうな状況な時に、うん、まあ、打たなきゃいけない手としてはどういうことを考えなきゃいけないんですか。というかやっぱり消費の底割れを防ぐということが重要になってくると思うので、うん、はい、まあ、なんかその消費の方に手当てを打つしかないんですよね。だからまあ低所得者向けになんかやる、あ、まあ、給付金なのか何のか分かりませんが、要は個人消費が落ち込んでいる状況なので、うん、この個人消費を拡大していくような手を、まあ、なんかいろいろあると思いますが、ね、だけどこれなんか、まあ、僕は別にこれ社会保障改革は基本的に賛成ですけど、あれですよね、ほら、
高齢者 の、うん、この国民、ね、健康保険の負担率を上げるとか、はい、いろんな形で事実上このなんていうか可処分所得というか負担率を高める議論がワン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 出てて、うん、あれますますなんかこのお金みんな使わなくなるんじゃないかって逆の心配をするんですが、あそれはまあでも仕方ないような気がしますけど ね、 仕方ないですよね。まあね、まあね、社会保障を賄うために増税するっていう話だったじゃないかなかと思ったりもするんですが、うん、まあただそれは多分世代間の負担を是正するために是正するためなんでしょうが、うん、はい、まあ、それはそれでいいんですよ、はい、それはいいんですが、ただ分配変えたところで、はい、多分少数需要は生み出さないので、はいはい、要するに高齢者2割負担になりましたと、はい、すると多分高齢者が今度下の世代に、はい、まあどういう形か分かんないですけど、うん、まあ、小遣いかもしれないですけど、うん、与えるお金の金額は減ります、うん、で若い方の世帯は負担がもし仮に減ったとしても、うん、それは将来に向けて貯蓄しますということなので、はい、需要は減りますわなと。あで、まあ、分配は公平になるかもしれないです、うん、まあ、少しは是正されるかもしれない。要するに全体のパイを増やす政策っていうのを取らないままに、世代間 の、 この負担の是正だけをやっても、結局分パイ自体が縮小していくことになって、なんでそれ多分デフレだよねって世代間のパワーゲームに過ぎないので、はい、それはどこの世代を、うん、まあ、政府というか政党なりが狙ってますかっていう議論にしかならないので、うん、やっぱり大きくする政策を、うん、やっぱり打ってやらないとダメですよね。なるほど。でただね、それやっぱり成果が、うん、多分目に見えないだろうと思うんですよ、うん、なんかやりたくないっていう、ね、うん、でミクロの政策はいじったら、はい、だいたいその具体的にこう政策が出てきますので、はい、俺の手柄って言いやすいっていう、ね、うんうんうん、そういうことなんだろうと思うんですが、うん、ただちょっとミクロ政策的にはまあいろいろ問題が多いと思いますけどね、うん、他の政策に関しても、うん、なるほど。まあ、じゃあただまあちょっと来年ちょっとオリンピックまで持つかなって、はい、まあ、ポイントが延長されるっていうのはこれはもうマストでしょ、これはマストですね、これなくなったら結構大変なことになりますね、ますますガクンときます。ますますガクンときますね。あ、なるほどね。いやこれちょっと本当になんかこの消費増税がやっぱりまあ案の定とにかくじわじわとそうなんですよ、ね、影響を与えてきているということで、まあ、今足立先生が細かくですねこの各種統計を見てもらってますが、その各種統計の動向をちょっとさらにですね、そうですね、きちんと追った上 で、 で、ね、このなんていうか政府に対してですね、うん、このパイを増やす、うん、そうですね。であとねあれですよ、はい、要するに消費性向が下がることが問題だって話してたじゃないですか、はい、でも可処分所得のね、はい、下げがね先に来ましたから消費性向がね下がらないというね、これねもっと悪いことが起きるというね。そうですよね、これがね、はい、ちょっと想定外に悪いことかなっていう。あでも可処分所得が減っていって、いや本当になんかこのいや本当にお金にリアルに困る人たちがますます増えていく可能性があるってことですよね、今のまだ。まあそうでしょうね、なのでまあ非常に困って、まあ多分アウトになってからアウトになった人には支給されるんでしょうっていうね、まあ、いつものパターンですよ。あそうちょっとそれより前に支給しないと、はい、そうですよね、経済が回らないだろうっていうね、そういう話なんですが、まあちょっと厳しいですね。そうですね、いやなんでなんか対策を早急にやらないといけない状況になりましたということです、はいはいはい。まあ、次回ちょっとそのじゃ政府がこの28兆円規模の経済対策とかですね、まあ、いうような話がいろいろ出てますので、まあ、次週ですねその辺のちょっと政府の経済対策についてまたちょっと先生のご見解聞きたいと思います、はい、本日はありがとうございました。